こんにちは。飲みトークやりたいと思います。で今日のビールは「玉の恵み」「玉の恵み」です。で今日はですねあの先日生徒さんと話をしててちょっと面白い内容の話になったのでそれを紹介しようかなと思います。でどういう内容かというと まあその方は、ある程度、まあ弾けて、で、ライブもちょくちょくやってる方で、で、そのライブをするたびに、すごくへこんじゃって、まあ軽いスランプ状態に陥るっていう、毎回ライブすると、なんか弾きたくなくなったりとか、スランプになっちゃうんですよねっていう話になって、で、宇田さんはどうですかっていう、 内容ですねで確かに自分も結構ライブは緊張しますしあの何て言うんですかねその楽しい楽しいっていうだけじゃなくて結構まあ命が削れていくっていうか本当たまに苦痛に感じることもあるんですけど、まあ、やって終わってしまえば楽しいんですけどすごくそのあ、まあ、精神的に負担になるというか。 そういうこともあってまあこれは本当性格の問題ですよね人それぞれのライブもう楽しくて楽しくてしょうがないっていう人もいればライブにすごくあの体力使って気力も奪われてで命削りながらライブしていくみたいなまあ好きなんですけどね2人ともどっちのタイプも好きなんですけどそういう2つのタイプがあると思うんですけど自分も結構まあ後者の方なので まあ、へこむこともありますし、そうですね。まあ、スランプというか、ちょっといやライブが嫌になる時もあったりしたんですけど、でも、あの、ある時から、えっ、ー、と、その、へこまない方法というか、まあ、精神論なんですけど、自分で言い聞かせることがあって、そうすると、割と楽気が楽になるので、あの、今日は、 ちょっとあの、へこまない方法を紹介しようかなと思います。まあ、ライブだったり、まあ、発表会とかでもいいんですけど、その、へこまない精神の持ち方みたいな。まあ、本当人それぞれなので、性格の問題なので、参考になるかわかんないんですけど、まあ、自分が思う。 そのまあ精神の持ち方ですね。であのライブしてへこむってあの理由分かります分かりますっていうかなんで自分へこんでるかっていうのを、まあ、冷静にちょっと分析すると面白いんですけどそれってうんとそうですね 多分自分の中で自分の,その最大限の能力が100だとしてそのライブで100の力が出せなかった時にへこむと思うんですよね。まあ例えばこの100のうちライブで70しか出せなかったって時にへこんだりするんですけどあの実際ライブで その100の力出せることの方が珍しくて。うん。で、この30、残りの30を出せなかったことに対して凹んでると思うんですけど、まずはそのライブっていうのは100出せないっていう前提でかか考えておいて、で、あの凹む対象がこの30、 出せなかったことじゃなくて、もうそもそもこの100っていうのが少ないっていうことに凹まないといけないんですよね。なので、まあライブで100の力を出すことを考えるんじゃなくて、もう常日頃からこの底力を100を130にすれば、ライブで100出せますよね。 でまた次のライブでこの130を上げることだけを考えてなのでこの130のうち100しか出せなかったっていうこの差をへこむんじゃなくてここを上げることをあの常に考えてればなんかライブであんまりうまくできなくてもそこまで気にしなくなるっていう <laughs> 精神ですまあこれはいい意味でですよあの全く反省をしないとかそういうことじゃなくて あのへこんでスランプになるぐらいなら、まあとりあえずあの次のことを考えてっていう話です。はい。であとあの身にえ自分でちゃんと分かっておくといいことは。 あの自分にとっての130と自分にとっての100って人にとったら全く差ないんですよね、実は。なので自分はうまくできなかったって考え感じてても見る人によってはいやもうそもそも全然できてないよっていう人もいるし見る人によってはいやもうすご素晴らしいですっていう人もいるしなのであんまり。 あの主観でうまくできたとかうまくできなかったって本当、とビビったる差で気にしなくてもいいのかなと思います、まあ、ライブで100%力出すっていうのはうんまあ大事というかっていう練習も大事だと思うんですけどはい そうです、ね、でまあ自分こうやって YouTube に動画上げるようになったんですけどそれたまに言われるんですけど人にあの「恥ずかしくない?」とかまあ最近はないですけどライブ動画もすごく上げ,上げてたのであの「よく上げれるね」って言われますね「恥ずかしくない?」とかあの「自分で相当うまくできた時じゃないと上げれないよ」とか 言われるんですけど、まあ、今の話の話精神ですよ、ね、なんか自分でうまくできたとかうまくできなかったと思っても、まあ、見る人から見れば参考になるというかいい演奏かもしれないし、まあ、全然ダメな演奏かもしれないけど、まあ、自分で主観ではなく、まあ上げようあの動画アップしようっていう思ってます。 そうでまああとまあちょっと余談ですけど自分あの松本人志が大好きでお笑い芸人のダウンタウンのでまっちゃんってえっ、ー、と映画も作ってるじゃないですかで映画監督として結構まあ賛否両論というか批判されることも多いんですけどその松本人志がそんな時に水道橋博士に ポロッと言った言葉があってそれがえっ、ー、と作り続けてればええよなっていう確かそんな感じですね作り続けてればいいよなっていうことを水道橋博士に言ってで水道橋博士がそのエピソードをテレビで話してたんですけどでその作り続けてればいいよなっていうのはあのビートだけでも言ってたみたいで なんか自分はすごく感銘を受けたというか共感できたというかなのでまあ YouTube で動画上げることもまあ全然未熟なものだとしても上げ続けてればいいよなって思いましたまあライブもそうですよねなんかうまくできなかったとしてもライブし続けてればいいですしまあ音楽続けてればいいのかなと 思います。はいそんなとこでちょっと余談になっちゃったので終わりたいと思います。ありがとうございます。うん